警察によりますと、今日午前11時半過ぎ、天市立三和小学校の北側の門に市内に住む72歳の男性が運転する軽乗用車が突っ込みました。車は門を突き破り、敷地に停めてあった乗用車と軽乗用車にもぶつかりました。当時小学校は授業中で児童や教職員にけがはなく、軽乗用車を運転していた男性にもけがはありませんでした。警察は。 男性が運転操作を誤ったとみて調べています。